つくづくてめえは楽しましてくれるぜ。 一ついいことを教えといてやる。極道ってのはな、ボクシングとは違え、喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ。最後まで張り続けられなかったやつが負けるんだよ。ああ、そうだろう。 極道の世界に KO はねえ。俺はな、キリ、指の一本や二本なくそうが、天野や渋沢にかしら取られようが、そんなことは構えしねえんだ。命ある限り何度でも這い上がってやる。だからよ、てめえみたいな半端もんが
後悔するぞ。今俺は国道で殺さなかったらな。さっきあんたが言った通り、俺は国道を張り続けなかった半端もんだ。風間のおやさんはきっとそれを見抜いてたから、俺が国道になることを許さなかった。ああ、本物の国道ってのは多分あんたみたいな男なんだろう。 それでも俺は半端もんなりの意地、最後まで貫かせてもらう。キリュウ、てめえ、あんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな。